認知症になった義父の介護を高志と義母に押し付けられた私。心が折れそうになりつつも、それまで良くしてもらった恩返しにと精一杯尽くした。10年後義父が亡くなった時も、涙する私に高志と義母はひどい言葉をぶつけたのだ。本当はせいせいしてるんだろ。いいよメブルのよしなさいよ。そして底意地の悪い笑顔でこう言った。介護終わったし離婚して出てけ。目障りなんだよ。実は愛人と隠し子がいるんだ。お前はもう用済み。大して驚きはしなかった。私も義父がいなくなった今、この家に未練はない。高志に突きつけられた離婚届に記入し、身の回りのものと義父の形見の裁縫箱を手に翌日家を出た。車のエンジンをかけながら腹渡が煮えくり返る思いだった。バカな人たち、私がこのまま泣き寝入りするとでも思ってるのかしら。今に見てなさいよ。ないがしろにされたお父さんの分まで恨みを晴らしてやるわ。私はマリ、50歳の主婦だ。高志と社内結婚をして15年を迎える。2歳年下ながらも有能で頼りがいがある高志に、私は次第に惹かれていった。やがて高志に告白されて付き合い始める。意外に甘えたがりな部分もあり、職場とのギャップを可愛く感じた。高志は一人っ子で長男、さらに地主の息子だった。なので当然のように義両親との同居を求められたのだ。実はそれほど嫌ではなかった。子供の頃に父を亡くし、地方に住む母とも折り合いが悪い私は、新しく家族ができるみたいでワクワクしたのである。私との結婚が決まると、義両親は築40年の家を2世帯仕様に建て替えた。新しい家族との生活に胸を躍らせた私は、ほんの数年後に裏切られるなんて予想もしなかったのだ。結婚当初、明るくて優しい人を演じていた義母は、私たち夫婦に3年経っても子供ができないと私に冷たい態度を取るようになった。とはいえ、私と高志のどちらに不妊の原因があるか調べたわけではない。子供ができるかどうかは自然に任せよう。お互いそう考えていた。それに私は今の仕事と職場が好きだった。大学を卒業し、今の会社に入って以来、コツコツと実績を積み上げ、やっと手に入れた主任の座。職場環境もいいので、このまま仕事を続けたかったのだ。しかし義母は、長男の高志には跡取りが必要だという考えを断るごとに主張した。高志のいとこたちはみんな子だくさんなの。子供がいないのはうちだけよ。最低3人は欲しいのにね。みっともないわ。嫁は子供を産むのが仕事でしょ。マリさん、恥ずかしいと思わないの？こんな話を終始聞かされると、さすがにうんざりした。しかし高志に愚痴ると思わぬ返答が返ってきたのだ。実際にできないんだからしょうがないだろう。母さんの気持ちも理解してやれよ。二人で決めたことなのに、まるで私が悪いみたい。そう感じて心底がっかりしたのだ。高志への不信感を抱くきっかけは他にもあった。家事は二人で分担すると約束したのに、半年も経つと高志は全部私に押し付けるようになったのだ。文句をこぼした途端、義母に叱られた。マリーさん、高志に家事をやれと言ったんですって？え、はい。義母が首を振り嘆く。やっぱり片親はしつけがなってなくてダメね。嫁は跡取りを育て家事をするのが役目。子供を産めないならせめて家事は完璧にしなさいよね。はい。逆らえず
返事をしたのがいけなかった。以来、義母は重箱の隅をほじくるみたいに、私にネチネチと嫌味を浴びせるようになったのだ。たかしはといえば、私が何を言われても自分は関係ないとばかりに、テレビや携帯動画を見て笑っている。やがて図に乗った義母は、遊びに行く際、夕食の支度を私に強要し始めた。専業主婦なのに、である。そして、作らせておきながら、あれこれ文句をつけるのだ。魚？今夜はお肉の気分だったのに。もっと薄味がいいわ。野菜が少ないわね。自分が食べないからって手抜きしないでちょうだい。下手に言い返すと10倍くらいの嫌味が降ってくる。ところがある時、思わぬ助っ人が入った。作ってもらっておいて非常識だぞ。いつものように暴言に耐えていると、食卓で新聞を読んでいた義父が苦々しい顔つきで言ったのだ。義父は普段、義母が私に何を言おうが我関せずと言った素振りである。寡黙な人なので面倒ごとに関わりたくないんだろうなと思っていた。だから私はもちろん義母や高志も驚きをあらわにした。文句を言うなら君が作ればいい。マリさんが反発しないからと言って甘えすぎだぞ。しばらくして我に返った義母が噛みつく。あなたは黙ってて。嫁のしつけは私の役目なの。たかし、お前はマリさんの夫なのにいつも見て見ぬふりだな。お前の態度もどうかと思うぞ。いきなり話を振られうろたえるたかし。あ、いや、だって嫁は姑に従うべきだろう。ボソボソと喋るたかしに義母も顔を真っ赤にして同調する。そうよ、あなたは関係ないでしょ。引っ込んでて。関係あるよ、家族なんだから。やれやれと言いたげに義父が肩をすくめる。いまいましげな表情を浮かべた義母はたかしを誘い車でどこかへ行ってしまった。義父にお礼を述べると申し訳なさそうにうなだれる。妻や息子と揉めたくなくて見て見ぬふりを続けてしまったよ。申し訳なかった。声を落とす義父に私は慌てて言った。いえ、私も二人と仲良くできなくてすみません。そんなことない。マリさんはよくやっているよ。義父の優しい笑顔に涙が出そうになる。ちゃんと私を見ていてくれたんだ。以降も義母からの嫌味攻撃は続いたが、義父のいる前では暴言を飲み込んだりマイルドな表現になったので心から感謝したのだった。たかしと結婚して5年を迎える頃、私とたかし、そして義母の間には深い溝が出来上がっていた。正確に言うと、私には義父が、義母にはたかしが味方につくという構図が完成していたのだ。一つ屋根の下でこの状態だと、時々息が詰まりそうになる。離婚しようと何度も考えたが、たかしと縁を切ったら義父にも会えなくなると思うと、どうしても踏み切れずにいた。たかしや義母と心がすれ違う分、義父との触れ合いだけがささやかな楽しみだったのだ。定年退職後、再雇用で工場に勤務中の義父は、週末の休みになるといそいそと工具箱を出し、飾り棚を作ったり、庭の柵にペンキを塗ったりした。その姿は日曜大工が趣味だった生前の父に重なり、癒しを与えてくれたのだ。私も父の影響か手作りが趣味である。先日長年使った裁縫箱が壊れ、新しく買おうとネットで調べたが、ピンとくるものが見つからない。悩みあぐねいていたら、なんと義父が作ってあげると言い出した。翌週完成したレトロな風合いの裁縫箱は使い勝手がよく、まさに理想の品。
お礼を言って代金を聞くと、義父は照れくさそうに手を振り断る。時間つぶしにちょうどよかったんだ。マリさんが使ってくれるならそれだけでありがたいよ。じゃあ材料費だけでも払わせてください。財布からお札を出す私を義父は手で制した。余った材料で他のものを作るからいいよ。かたくなに受け取ろうとしないので、結局義父の優しさに甘えたのである。とまあこんなに優しいのに、義母は義父を忌み嫌っていた。真面目すぎてつまらない、ただの ATM、 地主の息子じゃなきゃ結婚しなかった。そんな風に高志に愚痴り、高志も同調するのだ。私には理解不能である。早速新しい裁縫箱に糸や針山をしまっていると、義父が周囲を見回した。ところで母さんと高志はどこに行ったんだ？私は目を瞬く。さっき二人で買い物に出かけたじゃないですか。俺は荷物持ちだってお父さんにぼやいてましたよね、高志さん。そうだったかな。首をかしげる義父に違和感を感じた。最近こんなやりとりが増えている。よく出かける駅の名前を忘れて携帯で私に確認してきたり、昨日話した会話の内容がすっぽり頭から抜けていたりするのだ。義父の変化が気になったが、高齢だから仕方ないかなとのんきに構えていた。そんなある日、とうとう事件が起きる。休日の朝、ホームセンターへ出かけた義父が夕食時になっても戻らないのだ。いつもなら2時間もすれば帰ってくる、徒歩10分の店である。夜になっても帰宅しないのはあまりにも不自然だ。義母と高志に訴えたが相手にされなかった。他の店に寄ってるんだろ。ほっときなさいよ。義父に電話をかけてもつながらず、私一人で不安を募らせていると、見知らぬ番号から着信があった。電話に出ると相手はコンビニの店長だと名乗ったのだ。道に迷ったとお聞きして保護しました。ご自宅の住所を尋ねても思い出せないとおっしゃるんです。え？言葉を失う。携帯電話をお借りして指紋認証でアドレスを開き、着信履歴に載っていたマリさんにご連絡しました。私は激しく動揺しながらも店の場所を聞き、車を走らせること20分、スタッフの案内でバックヤードに入ると、義父が大きな背中を丸め椅子に座っていた。店長とスタッフに礼を言い、買い物をして店を出る。お父さんったら心配しましたよ。運転しながらわざと明るく話しかけたが、助手席の義父は青白い顔でうつむいたままだ。しばらく経った頃、義父がぽつりと言う。気づいたらホームセンターにいたんだ。意味がわからず目を丸くする私に、義父が自虐的な笑みを浮かべる。家を出た記憶が全くないんだよ。とにかく帰ろうと思って外に出たが、いくら考えても家への道順がわからず、住所も思い出せない。私は血の気が引くのを感じた。なんとなく歩き出したら、どこまで行っても見知らぬ景色ばかり。マリさんからの電話に気づいてたけど、心配すると思って出れなかったんだ。暗い小姉とうつろな目つきは知らない人物のようだ。帰宅後、義父が疲れて寝た後で義母と高志に詳細を打ち明けると、二人もさすがに驚きを見せた。それやばくないか？ええ、明日病院に行ってくるわ。翌日、義父を総合病院に連れて行くと認知症との診断が下る。義父は認めたくない様子だったが、医師の説明を受け沈んだ表情でうなずいていた。
たかしの話によれば、岐阜はこれまで大きな病気もせず、丈夫なのが自慢だったらしい。まさか自分がという気持ちは、察してあまりある。早速私は役所に行き、要介護認定の申請をした。その後の調査を経て、岐阜は要介護1の認定を受けたのだった。信じたくないという気持ちが大きいが、最近の岐阜の言動を考えると腑に落ちるのだ。私、介護短時間勤務制度を会社に申請してみます。落ち込んだ気持ちを奮い立たせ、たかしと義母に伝えた。そうすれば半日で帰ってこれるし、残業も免除してもらえるの。私もできる限りたかしさんやお母さんのサポートをしますね。すると二人は変な顔をしだしたのだ。何言ってるんだお前。仕事今すぐやめなさいよ。この人の面倒を見ながら働けるわけないでしょ。戸惑いつつ二人の顔を交互に見た。私たち三人でお父さんのお世話をするんですよね。義母は専業主婦。時間の余裕があるので義母が中心となり岐阜の介護をするとばかり思い込んでいた。ところが義母は呆れ気味に首を振った。これだから片親で育った嫁は困るのよ。常識がないわね。そうそうと高志も同調する。あんたが介護するに決まってるでしょ。嫁なんだから。母さんの言う通りだ。お前の代わりなんて職場にはいくらでもいるだろ。やめても何も問題ないさ。でも渋る私に構わず義母がつっけんどんに言った。近所の診療所デイサービスやってるから申し込めば。父さんのことはお前に任せるよ。俺も母さんも忙しいんだ。まるで他人事みたいな義母と高志に憤りを覚えた。もういい。こうなったら私一人で岐阜の世話をしよう。今まで岐阜にはたくさんお世話になった。これからは私が支える番だ。あの二人は当てにせずケアと相談しながらやっていこう。そう誓ったのだった。一緒に働いていた仲間たちに惜しまれつつ退職した私は、本やネットで認知症の勉強をした。岐阜を少しでも理解したかったし、接する際に負担をかけたくなかったのだ。いざ介護が始まれば、たかしも義母も多少手伝ってくれるかも。そんな期待も虚しく、二人は岐阜の世話をすべて私に押し付けた。岐阜の症状が軽い頃は、私は買い物や散歩に付き添い、サポートに努めた。昼間の徘徊を防ごうと、公園でのラジオ体操に参加したり、家では脳トレやクロスワードパズルにも挑戦した。やがて数年が経過し、岐阜とは徐々に意思の疎通が図れなくなっていく。やがて食事や排泄、入浴の介助も必要になった。私はケアマネージャーと相談し、週に4日のデイサービスを利用した。義父が出かけている間に買い物などを済ませるのだ。義母の暴言からかばってくれた義父が、私の顔を認識できなくなり、ぼんやりとした面持ちで過ごす様子に胸が締め付けられる。しかし穏やかな性格は変わらず、私によくお礼を言った。どこのどなたか存じませんが、いつもありがとうございます。いえ。義父の口元をガーゼで拭い、食事エプロンを外しながらそっと涙をこぼしたのだ。そんな私を尻目に、義母はテレビを見て大笑いし、週末になれば着飾ってコンサートや観劇に出かけた。たかしも数年前から残業と出張が急に増え、休日には行き先も告げずに外出し、ほとんど家にいなかったのである。岐阜の介護が始まって10年。ある晩、岐阜の食欲がないので額に手を当てると熱があった。
高志と義母はいつものごとく遊び歩いている。義父を車に乗せ病院の救急外来で見てもらうと、肺炎と診断され即入院。すぐ良くなるだろうと思ったのに症状が悪化し、数日後義父は帰らぬ人となった。急すぎる別れに動揺する私を高志と義母が責め立てる。お前なんでもっと早く気づかなかったんだ。ごめんなさい。どこまでも役立たずな嫁ね。高志が喪主を務め、親族に見送られて義父は天国に旅立った。葬儀が終わり帰宅した後、私は喪服姿で床に座り呆然としていた。義父との思い出が脳裏によみがえり、涙が勝手に溢れてくる。さめざめと泣く私を見て、部屋着に変えた高志と義母がビール片手に笑った。二人とも食事会で浴びるように飲んでいたのに、まだ飲むつもりらしい。本当はせいせいしてるんだろ。いい嫁ぶるのよしなさいよ。反論する元気もなく、義父に作ってもらった裁縫箱を膝の上で撫でていたら、高志が口元を歪めて笑った。そんなゴミが大事なら一緒に持っていけば。持っていくってどこへ？お前の行きたい場所だよ。ここはお前の家じゃないからな。え？聞き返すと義母と高志が下品な笑い声を立てる。親子してそっくりな底意地の悪い笑みを広げ言い放った。やっと介護終わったし、離婚して出てけ。目障りなんだよ。実は愛人と隠し子がいるんだ。お前はもう用済み。子供までいるのね。心の中でそうつぶやいたが、自分でも驚くほど冷静だった。義父がいなくなった今、この家に未練はない。高志に突きつけられた離婚届に記入し、着替えなどをキャリーケースにまとめ、翌日裁縫箱を抱えて家を出た。高志と義母が高笑いするのを背中で聞きつつ、自分の車に乗る。エンジンをかけながら腹綿が煮えくり返る思いだった。バカな人たち、私がこのまま泣き寝入りするとでも思ってるのかしら。今に見てなさいよ。ないがしろにされたお父さんの分まで恨みを晴らしてやるわ。引っ越し先が決まるまではと、まずはビジネスホテルに移動した。二ほどきを終わらせてから今回の件を友人の麻美に打ち明ける。麻美も夫に浮気され離婚しているのだ。電話越しに有益なアドバイスをもらった私は、今後の生活に向けて準備を着々と進めたのだった。しばらくして賃貸マンションと契約を済ませた。役所に足を運んで引っ越しに必要な書類を書いたり、以前勤めていた職場の上司と話をしたりと、忙しい日々を送ったのである。働いていた頃の貯金を手元に残しておいたおかげで、次の給料日まではなんとか食いつなげそうだ。一週間が経った頃、高志から電話が来た。内容は察しがついたので、わざと電話に出ずしばらく放置した。すると5分おきに電話が鳴り、あんまりにもうるさかったのでうんざりしながら電話を取ると、義母が涙声で叫んだ。ちょっとマリさん、今週中に家を出ろって一体どういうこと？この家も土地もお前のものだから、俺と母さんは住めないと言われたんだ。意味がわかんねえよ。高志も義母と同様鼻をすすっている。パニックになり泣いてしまったようだ。大の大人が情けないわねと笑いながら、私は優しく説明した。言葉通りですよ。お父さんからその家と土地をいただいたんです。でも私は優しいから1週間の猶予をあげますね。翌日に家を追い出されるよりずっとマシでしょ。皮肉たっぷりのセリフに2人はぐっと詰まった。しかし
すぐにたかしがわめきたてる。ふざけんな。嫁のくせに息子の俺や母さんを差し置いてお前がここを相続しただって。何様のつもりよ。偉そうに訴えるわよ。変わる変わる怒鳴りつける二人に私は深々と息を吐いた。本当はあなたたちと二度と顔を合わせたくないんですけどね。あ？私のマンションに二人で来てください。今後について話し合いましょう。私が日時と住所を告げても義母と高志はまだ電話の向こうでわめいていたが、無視して電話を切ったのである。翌日、指定した日時に義母と高志がやってきた。見知らぬ女も一緒だ。私と目が合うなり、やたら元気に挨拶をしてくる。はじめまして、水木です。うさんくさい顔つきをする私に義母が上機嫌で紹介した。たかしの新しいお嫁さんよ。マンションで一緒に暮らしてるの。へーって、お父さんの葬儀から一月経ってませんよ。もう再婚したんですか。私はのけぞった。最近は喪が明ける前に結婚する例もあるとはいえ、さすがに早すぎる。唖然とする私をたかしがいぶかしんだ。そういえばお前、愛人がいるとバラした時全然驚いてなかったな。知ってたのか。どうやら私が悲観に暮れ絶望する光景を思い描いていたらしい。私は口元を歪めて笑った。数年前から残業や出張が急に増えたのに給料は今まで通り。浮気してるんだなと思ったわ。お父さんの介護が忙しくて放置してただけ。なんだつまんねえの。ところでその人は。私の後ろに控える浅見の姿に高志も義母も怪訝な表情を浮かべる。私は浅見を振り返りニッと笑った。大事な話をするので心理的なサポートの意味で来てもらったの。高志とお母さんは葬儀の日に会っているわね。知らないわこんな人。冷たくあしらわれ、浅見は私を見て肩をすくめる。もっとも浮気相手まで連れてくるなんて想定外だったわ。すると高志が憤慨した。浮気じゃなくて本気だよ。もう5年の付き合いなんだ。そうよ、出会いが遅かっただけなの。義母まで一緒になり猛然と抗議する。あんたみたいな生意気な女じゃなくて清楚でおしとやかな子なのよ。たかしにはこういう子がふさわしいんだから。義母とたかしにかばってもらい、得意そうに鼻の穴を膨らませる水木をまじまじと眺めた。花柄のワンピースが似合う黒髪ストレートのロングヘア。確かにおとなしそうな雰囲気だ。長いまつげ、くっきり二重まぶたに色白と、たかしが好きなアイドルを彷彿とさせる容姿で夢中になるのもわかる気がする。しかし浮気相手と結婚して子供まで作る人が清楚というのは無理があるだろう。10面を作る私にたかしは言葉を続けた。親父の介護は嫌だというからタイミングを待ってたんだよ。タイミング？はあ、お父さんが他界するのを待ちわびていたのか。最低な発言に吐き気を覚える。拳を握る私に気づかず、義母も水木を見ながら声を弾ませた。欠陥品のあんたと違い、この子は跡取りをちゃんと産んでくれたわ。若くて可愛いし、ほんとうちのたかしにぴったり。ああそうですか。投げやりに返事をした私だが、このあと義母とたかしがどんな気持ちを味わうかと思うと口元が緩んだ。おい気持ち悪いな、なんだよ。怪訝そうなたかしから水木へと視線を移した。笑みをたたえ問いかける。そういえば水木さん、たかしとはどこで出会ったんですか。
軽く目を見開いた水木は頬を染め、もじもじしながら語った。私が働いてたお店に高橋さんが来てくれたんです。最初はお友達の付き添いだったけど、次からはお一人で来て指名してくれたんですよ。甘ったるい喋り口調が勘に触る。しかし高志はそんな仕草が可愛くて仕方がないようで、水木の肩を抱き寄せた。俺水木に一目惚れしたんだよ。初恋っていうのかな。キャバクラだから他にも綺麗な女はたくさんいたけど、もうこいつしか目に入らなくてさ。鼻の下を伸ばして語る高志。ふと見ると隣の麻美も私同様しらけた顔をしている。水木さん、高志は既婚者というのを隠してたんですか？ううん、聞いてましたよ。でも運命には逆らえないじゃないですか。身をくねらせる水木を高志がかばう。水木を責めるなよ。悪いのはお前だろ。え？目が点になる私に、高志は眉をしかめ言い放った。親父の介護が始まった途端、お前はおしゃれをサボるようになった。女を捨ててみすぼらしいおばさんになったら、夫が他の女に走るのは当然だよ。その通りだわ。義母も高志の横でうなずく。いつも身綺麗にするのが嫁の務めなのに、あんたはそれを怠ったわ。子を産めない、女としての魅力に欠ける。そりゃ高志も飽きるわよ。お言葉ですが、私はすかさず抗議した。お父さんをデイサービスに預けている間、美容院に行きたいと言ったら、そんな暇があるなら家事をしろとお母さんに叱られましたよね。そうだったかしら。首をひねりとぼける希望。たかしにも怒られたわね。働いてないのに無駄遣いするなって。ドラッグストアの安物の化粧品さえ買っちゃダメなのかと落ち込んだわ。なのに今さらそんなことを言われてもね。たかしも自分は悪くないとばかりに唇を尖らせる。知らねえよそんなの。まあとにかく水木と先に出会ってたらお前なんかとは結婚しなかったな。ふと思い出したようににやりとした。たかが主任のくせに先輩風吹かせて俺に指示を出しやがって、嫁のくせに夫より肩書きがいいとか生意気なんだよ。予想外の言葉に息を呑んだ。なるほどね。だからたかしは私が時短勤務で働くのを嫌がり退職を強要したのかと納得する。ありがとう、たかしさん。たかしにすり寄り、甘える水木の鼻先に、私は一枚の写真を突きつけた。たかしが夢中になるのもわかるわ。水木さん、かわいいもんね。途端に、水木がものすごい様相になる。私の手から写真を奪い、ポケットに隠したが、私はすぐに別の写真の束を、カバンから出して、テーブルに並べた。無駄よ、他にもたくさんあるわ。それに写真を処分しても PDF ファイルが更新所に残ってるから取り寄せれば済むのよ。水木が舌打ちし、じろっとこちらをにらみつけた。先ほどまでのおとなしそうな印象はどこへやら、今にも噛みつきそうな気配だ。写真に目を落とした義母と高志がぎょっと目を向いた。それもそのはず、水木がベビードレスの赤ちゃんを抱いた写真には見知らぬ男性が寄り添っていたのだ。しかも背景は産院。退院する際、産院のスタッフに記念に写してもらったのだろうと察しがつく。なあ、この男は誰だ？こわごわ水木に尋ねた高志に、私は更新所から受け取った書類を読み上げた。この男性から捜索願いが出されているのね。水木さん、彼氏のカードで借金作った末に赤ちゃん連れて逃げたんだ。凍りつく義母と高志に
私は笑顔を向けた。あら、二人ともご存じなかったんですか？やだ、何の話？水木はたかしさん一筋よ。ぎこちない笑みを浮かべ、たかしの腕に絡みつこうとした水木。しかし、たかしはすっと体を引いて、水木に冷たい視線を向けた。水木、俺を騙してたのか？だから違うってば。奥さんが言ってること全部嘘なの。でもこいつ、金払って更新所で調べたみたいだぞ。偽物とは考えにくいだろう。頬をこわばらせるたかし。ムキになる水木に、私は苦笑しながら話しかける。往生際が悪いわね。そんなにたかしと結婚したかったの？当たり前でしょ。借金の肩代わりをさせたかったのね。でも無駄よ。私はたかしから義母に視線を移し、ふっと笑った。この人、お母さんが作った借金の返済で手一杯なのですよね、お母さん。青くなった義母にたかしが鋭い視線を向ける。マリの話は本当か、母さん？冷や汗を流す義母。私は構わず、もう一通の調査報告書を出して読み上げた。7年前、飲み会で知り合った男性と愛人関係になり、義父が他界後、結婚しようと約束する。壊れるままお金を貸し、とうとう貯金がなくなったので、たかしのカードを使って借金を重ねた。ちなみに男性は結婚詐欺師として指名手配中。合ってますか、お母さん？返事はなかったが、ガタガタと震える義母を見れば一目瞭然だった。同じ時期に浮気するなんてさすが親子ね。変なところで感心する浅見。たかしは頭を抱え、うめき声を上げる。結婚詐欺に引っかかった？勘弁してくれよ。だってあの人、病気の弟の面倒を見てるって私だけに打ち明けてくれたのよ。早口で義母が弁明した。手術代100万が払えないって言うからつい。嘘に決まってるだろう。結婚詐欺は犯人が捕まっても金は返ってこないんだぞ。声を荒げるたかしにシュンとなった義母だが、すぐに勢いよく顔を上げた。大丈夫よ。あの人の遺産と保険金が入ってくるでしょ。遺産はたかし、保険金の受け取り人は多分私よ。借金を返しても十分お釣りが来るはず。その言葉にたかしの表情もパッと明るくなる。あ、そうか。親父、金を貯め込んでたもんな。真面目なだけのつまんない男だったけど、地主の一人息子っていうのが魅力だったのよ。やっぱり人生金よね。顔を見合わせ、ニタニタ笑った義母とたかしは次の瞬間硬直した。残念でした。遺産も保険金も受け取り人はマリですよ。二人の顔から表情が消えた。ロボットみたいなギクシャクした動きで私の方に同時に首を動かした義母とたかしは、穴が開くほど私を見つめる。ややあってたかしがへらりと笑った。悪い冗談はやめてよ。つうか、ただの友達のあんたが知ってるはずないだろう。やっぱり忘れてるんだ。初七日の食事会でたかしもお母さんもかなり酔ってたもんね。は？顔をしかめるたかしと義母に告げる。食事会の後、お父さんの遺言状を披露したじゃないですか。義母とたかしが顔を見合わせ、さあっと言いたげに首をかしげた。二人とも保険金と遺産をマリに残すと浅見が読み上げても笑い転げてたわね。親戚はみんな納得してたわよ。お父さんの介護、私一人でやってたから当然だって。目を向く二人に
浅見が名刺を差し出す。申し遅れました。向井家の顧問弁護士です。引退した先代に代わり、たかしさんのお父さんの依頼を生前に引き受けました。え、顧問弁護士？つぶやいたたかしが見る間に顔面蒼白になった。ありえねえ。妻や息子を差し置いて赤の他人のこいつに全財産を譲るなんて。マリさん、さては夫に色仕掛けで迫ったわね。そうに決まってる。騒いだ二人が我に返る。たかし、大丈夫よ。ボケ老人のたわごとだもの、無効になるわ。ああ、そうだよな。よかった。日付、11年前ですよ。遺言書を確認した浅見があっさりした口調で告げた。遺言状が書かれたのはお父さんが認知症になる前です。だから遺産も保険金もマリのものになるんですね。成り行きを見ていた水木が立ち上がり、面倒くさそうに口を開いた。ああ、もういいや。たかし、離婚しよう。指から外した結婚指輪をたかしに差し出す。地主の息子で大企業に勤めてるって言うからプロポーズに応じたのにさ。前の奥さんに遺産取られるなら結婚する意味ないわ。水木。離婚届、サインして送るから役所に出しといてね。あっさりと言い残し、水木は帰っていった。ママ、どうしよう。水木に振られちゃったよ。メソメソと泣き出したたかしを義母が慰める。たかしちゃん、浮気症の嫁なんて捨てましょ。次こそはママがあなたにふさわしい子を見つけてあげるわ。うん、ママ。義母にすがりつき号泣するたかし。あの、話は終わったんでさっさと帰ってくれませんか。うんざり顔の私に続き、浅見も10面で伝えた。後日浮気の慰謝料を請求するので、きちんと払ってくださいね。は？出来損ないの嫁をつかまされて、こっちが請求したいくらいよ。突っかかる義母に、浅見がピシャリと反論する。夫の介護を嫁に丸投げしといてよく言えますね。裁判で争ってもいいんですよ。悔しげに私と浅見を睨んだ義母だが、裁判になれば負けると分かっていたようだ。鼻をすする高志を促し、背中を抱きかかえて立ち去ったのだった。義母が引っかかった結婚詐欺の犯人は未だ見つからず、お金を取り戻すのも難しいだろうと警察の人に言われたらしい。怒り狂った義母だが、高志は給料とボーナスを義母が作った借金の返済に充てたそうだ。私への慰謝料も一括で支払い、親子で平穏な日々を送っていたという。ところが義母の勧めで3回目の結婚をしたのがいけなかった。1年経っても子供ができず、夫婦で検査してみたら高志に原因があると判明する。私の夢を壊すなんてひどいわ。そう嘆いた義母に高志が激怒。義母とは絶縁してしまった。3度目の結婚も高志の横暴ぶりが原因で結局離婚したという。やけになった高志は会社で部下にあたり、上司に叱責されて会社を辞めた。その後アルバイトで生活を始めたものの、会社員時代の癖が抜けずにキャバクラで散財し、借金地獄に陥ったらしい。今はボロアパートで暮らしながら返済に追われているそうだ。また義母も年金生活なのにブランド品を買い漁り、借金で首が回らなくなった。仕方なく老体に鞭打って働きに出た結果、腰の骨を折って入院する羽目に。退院後は介護が必要と医師に言われ、たかしに面倒を見てほしいと懇願したが突っぱねられたという。私にも電話がかかってきて、元嫁だから世話をしろと怒鳴りつけられたので即座にブロックした。
親類にも当たっているらしいが、わがままな義母を見ようという奇特な人は見当たらず、施設に入所したくても数年待ち、退院日を前に途方に暮れているそうだ。まさに因果応報である。私は以前働いていた会社に戻り、フルタイムで働き出した。10年のブランクが大きいのと、空いている部署に配属となったので、年下の上司に教わりながらの仕事だが、毎日が充実していて楽しい。休日には義父が作ってくれた裁縫箱を前に、刺繍やパッチワークに勤しんでいる。もう義母や高志の顔色を伺わなくてもいいのだ。義父から相続した保険金と遺産は、義父が関心を持っていた事業に寄付をした。難病の子供を支える団体や保護犬、保護猫の活動に使ってもらえば、義父も天国で喜んでくれるに違いない。義父を介護した10年間は、精神的にも体力的にもきつかったけれど、二人で同じ時間を過ごせた貴重なひとときだった。これからは時間もお金も自分のために使い、有意義な人生を過ごそうと考えている。